青城は、富山県氷見市青技島尾にある日本の城跡、富山県指定史跡。富山城格カードナンバー35。富山湾に面した独立丘陵の城ヶ崎に築かれた、戦国時代の山城である。能登へ向かう街道と、海上交通を抑える要衝に位置し、戦国末期の城主として、日後菊池市の末裔である菊池武勝、安信親子が知られる。 菊池武勝は、上杉謙信に従った後、織田信長と結び、越中維持した、笹成政配下として活躍した。信長死後は、成政と対立した、前田利家方につき、笹成政に攻められるも、前田勢の加勢により撃退している。菊池氏は、前田方についた後も青城への居城と、治療一万国を安堵されたものの、慶長元年に当主が没すると青城も間もなく、 廃城となった。なお、菊池氏が前田方についた天正13年、青城に入った前田方の武将の一人が歌舞伎者として知られる前田慶次郎である。上主だったとする見方もあるものの、実際に城に留まったのは5から7月頃までの3ヶ月ほどだと考えられている。1989年から1992年にかけて氷見市教育委員会が行った。 発掘調査の結果、明確な城郭遺構は確認されなかった。ただし、電二の丸、電三の丸地区で15世紀から16世紀の遺物が出土しており、ここを中心に城として機能していたと考えられている。2012年には竹勝から数えて16代目に、あたる子孫が、青城跡にある木場か、布神社を訪れて、春祭りに参加している。富山県指定文化財。 富山県、2017年1月21日閲覧。種類別指定文化財一覧富山県、公式 HP ハットと山城核カードが完成しました。富山市公式 HP ハットと山城核カ,カード一覧富山市公式 HP ハット AB、青城。日本の城がわかる時点。コトバンク、2017年1月8日閲覧。AB、 ひみの山城ひみ市教育委員会2001年。前田刑事は、青城にいたひみで、勉強会。北日本新聞。https コロンスラッシュスラッシュ webun.jp スラッシュアイテムスラッシュ72236832020年5月29日閲覧。上主子孫招き初交流ひみ、青城、春祭りで、住民ら。北日本新聞。 https://webun.jp/.item/.10576462020 年5月29日閲覧。ありがとうございます。